皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の夏期講習歴史第12回。今回は江戸時代の三大改革、江戸時代の三大改革について復習していきます。タイトルは三大改革なんですけれど、項目は5つに分けます。改革以外のものも含めます。享保の改革、田沼意次の政治、そして寛政の改革、大塩の乱、そして最後が天保の改革。この項目について順に復習していきます。では始めます。まず享保の改革。この改革を行ったのは8代将軍の徳川吉宗です。どんなことをしたかというと、まず神殿の開発をしました。神殿の開発。なぜ神殿の開発をしたかと。当時幕府の収入は年貢ですよね。年貢ってお米ですよね。お米です。お米は田んぼで作りますから、田んぼが増えると年貢が増えて幕府の収入が増えるということで神殿の開発を奨励しました。そして裁判を公正に行うために公事方お定め書きという法律を作ります。それまではね、基準となるものはなかったんですね。この公事方お定め書きができたことによって、こういうことをするとこういう罰だと、これならこういう罰だよ、そういう基準が決まりました。さらに目安箱、これを設けて人々の意見を聞きました。ではここで一度復習すると、享保の改革を行った人は誰ですか。徳川吉宗。どんなことをしましたか。神殿の開発と、公事方お定め書きを作ったと、それから目安箱を設けて人々の意見を聞いたと。皆さんはこう、何の改革、どんなことをしたってことがスラスラで、どんな人がやったと、誰がやったということもスラッと口から出るように練習をしてください。2つ目は田沼意次の政治です。この田沼意次という人、税の基本が米であるな、もう古いと、時代遅れだと、ね、これからは貨幣経済だ、このように考えて、今度は税金を商人たちから商売によって、得ようと、収入を得ようと、このように考えました。やったことは株仲間を増やしました。株仲間は税を納める代わりに営業を独占する権利、これが与えられました。さらに長崎貿易を活発にします。長崎貿易、当時貿易は幕府が独占していたんですね。ですから長崎の貿易で儲かったら、それがそのまま幕府の収入になるということで長崎貿易を活発にしたんですね。次は寛政の改革。これを行ったのは松平定信です。この人、吉宗の甥にあたります。吉宗を尊敬していて、吉宗の政治を真似しよう、このように考えた人でした。湯島の聖堂に昌平坂学問所というのを作って朱子学を学ばせました。これ、儒教の一つですね。で、凶作や飢饉に備えて米を蓄えさせる、こういうことをしました。さらに江戸に出てきていた農民、これを農村に帰らせました。田沼意次、どんなことをしましたかと言ったら、株仲間を増やした、長崎貿易を活発にした、寛政の改革誰がやりましたか、松平定信、内容はどんなものですか、湯島の聖堂に昌平坂学問所を作って朱子学を学ばせた、それから凶作や飢饉に備えて米を蓄えさせた、江戸に出てきていた農民を農村に返した、こういうことです。そして次はこれ改革、政治には関係ないんですけど、大塩の乱、これがよくテストに出ます。この乱を起こした人、大塩平八郎という人なんですけど、この人は元大阪町奉行所の役人でした。この役人だった大塩平八郎が飢饉で苦しんでいる人を助けようと乱を起こしたんですね。元役人が乱を起こしたので幕府、これは大慌てをしました。そういうことですね。次、天保の改革です。
天保の改革を行ったのは水野忠邦という人です。この人も質素倹約を基本に改革を行いました。風紀や出版を統制して贅沢を禁止と、このような政策をしました。さらに都市に出稼ぎに来ていた農民、これを村に返しました。人返し令という法令を出しています。なぜ農民を村に帰らせたかと、農民が都市に来ていると、こっちだったら江戸に来ているということは畑を耕していない、ね、田んぼを作っていないということで年貢が減っちゃうんですね。ですから農民はちゃんと村に戻ってお米を作りなさいと、そしてしっかり年貢を納めなさいということで、このように農村に帰らせるということを行ったんですね。では全体を通して復習しましょうと。で、享保の改革を行った人物は誰ですか。徳川吉宗。どんなことをしましたか。神殿の開発、くじ形お定め書きを作って、裁判の基準、ね、これを設けた。で、目安箱を設けて人々の意見を聞いた。次は田沼奥継の政治、田沼奥継がどのようなことをしましたかと、株仲間を増やした、長崎貿易を活発にした。次が官制の改革、官制の改革を行ったのは誰ですか。松平定信。内容はどんなものですか。徴兵坂学問所を設けて朱子学を学ばせた。それから凶作や飢饉に備えて米を蓄えさせた。江戸に出稼ぎに来ていた農民を農村に返した、ね、大塩の乱というものはどういうものですか。元大阪町奉行所の役人だった大塩平八郎が飢饉で苦しんでいる人々を救うために乱を起こしたことと。最後は天保の改革、天保の改革を行ったのは誰ですか。水野忠邦。内容はどんなものですかと、ね、風紀や出版を統制して贅沢を禁止した、ね、都市に出稼ぎに来ていた農民を村に返した、人返し令を出したと。このように質問されたら口からスラッと出る、友達から聞かれたら教えてあげられるように、なるまで練習を繰り返してみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。